はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんはこの永遠の宿女ベアトリーチェというモンスターご存知でしょうか。まあね、知ってる人も多いかなと思うんですが、このランク6モンスター、汎用ランク6モンスター、これめちゃくちゃ強くて、これなんでかっていうと、今そのトランザクションロールバックっていうカードが診断で実装されましてですね、この好きなカードをやっぱ墓地に落とせるモンスターってめっちゃ優秀なんですね。でベアトリーチェって成立すると、自分と相手のターンでお互いのターンに1回好きなカードを墓地を送ることができるんで、だからベアトリーチェが成立するイコール好きなカードを2枚墓地に送ることができるっていうギミックなんですね。でトランザクションロールバックプラス、まあ、通常トラップカードを墓地を送ると、その通常トラップカードを、まあ、発動できるというギミックなので、これをですね今回は一応最大限有効活用しようと思って、ベアトリーチェが出るデッキ何かなって考えてきたんですよ。でベアトリーチェ、まあ、要はランク6ですね、ランク6ができるで、まあ、ギミックって結構たくさんあって、まあ、ヒーローアライブであるとか、未完工であるとか、もうほんといろいろあるんだけど、やっぱね1枚で簡単に、まあランク6ができるギミックで強いのがこれだと思ったんですよ僕は。ディクラルディバイナー、これ一応その、アーデックを墓地を送りながら儀式モンスター持ってきつつ、こいつ自分レベル6になれるんで、アーデックでその未完工の、大姫のやつ持ってきたら、大姫がレベル6だからレベル6とレベル6でランク6できるんですよね。でデクラディバイナーに召喚権を割いて他のギミックで強い部分を補完していけばいいというところで、皆さんラクシャビスというデッキご存知でしょうか。ラクインとクシャトリアとビーステと混ぜたラクシャビスというデッキが一応存在してるんですけども、このギミックがそのベアトリーチェ簡単に出るなということに気づきまして、このラクシャビスギミックを今回フルに採用した、ラクシャビスに見せかけたクソデッキですこれデッキのいいところはですね、まず手札やつはまあまあ採用できるんで、結構対応力も高校の対応力も高いっていうところと、そこそこですね、そこそこ採用できるからと、あとねクソデッキなんだけどベアトリーチェが成立せんくても強いってところですね。ベア、まあ、そのクソデッキって大体その動き、この動きしないと弱いっていうのがあるんですよ。この動き通んないとダメみたいなのがあるんですけど、このデッキはベアトリーチェを完全にサブプランというか、もうメインギミックにしてなくて、まあ、これ通んなかったら、まあなんか適当にモンスター並べて、アナコンダすればいいし、まあ必中なんでね、デキュラデバイナーがだから、まあ B セットと組み合わせてアクセルスシンクロスターラストからの、バロネスしてもいいし、なんか臨機応変に誘発打たれた後に対応できるっていうのがこのデッキのいいところなんで、なんかそのクソデッキの中では結構強いなというデッキになりました。はい。で、ベアトリーチェに落とすカードは、まあやっぱり、先行でのヒット候補はまやかしらの言い語り。で、高校だったら、この、エレメンタルバーストっていうカードが結構強くて、このフィード上のカードを全部パできるっていう相手フィード上のカード。これが打てるんで、一応ね、先行と高校用にこれ入れてます。まあ、ここの通常トラップカードはこの好きなカードを入れていただいて、回していただければと思うので、そうするとクソデッキのムーブを相手に、ぶん投げることができるんで、ちょっとよかったら、はい。このベアトリーチェのギミックを使ってクソゲーをお見合いしてください。はい、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、ベアトリーチェを出していくぞ、私は。最近ね、デモンスミスっていう OCG の新規がね、発表されましてね、あいつもなんか、すげえ簡単にランク6できるらしいんですけども。まあ、ちょっとこっちは召喚権使っちゃうんですけど、ベアトリーチェ出したらクソゲーできるっていうところをちょっとお見合いしていきたい。さあ、ビーステッド、バグラムウートを持ってくる。これちなみに、まあ一応ね、メインギミックはなんかラクシャビスっていう、まあ、ラクインクシャトリラビーセットっていうね、デッキを、まあメインとして、ランク6していくみたいなギミックに一応してるんですけども、大姫持っていますか。なんもなさそうですね、相手。なんもないな、お前じゃね。っていうか、ラクイン融合引いてるのキモくね。ラクイン融合引いてるのキメえな。ラクイン融合引いてるときはラクイン融合打てと、おばあちゃんに言われたんですが、ちょっと、今回ちょっとやりたいことがありまして、残念ながらエクシーズモンスター出さなきゃいけない、ちょっとラクイン融合打てませんね。で、マクラムートの効果を起動しましょう。はい。で、一旦リベリオンを出します。はい。こうします。で、リベリオンちゃんの効果起動します。いや、まあ、でもさすがに妨害だよね。これ、ほんとは副ラクインの方が強いんだけど。リソース的リソース勝負するんならね、ちょっと妨害に何もならないんで、まあ、ワンチャン相手のデッキトップ無限抱擁とかされたらちょっとあれなん でこうして、いやーこれ楽イーゴスでかエフェクトベーラー捨てるのマジ、まあでも捨てるしかないねこれ、ちょっとね手札がね若干ね足りない時ある、こういう感じで。なんか有効具だ、
札を捨てなければならないというね時あるんですよね。これだけちょっと気になるわ。さあでレベル6のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚永遠の宿女ベアトリーチェ効果発動。さあ効果発動してオーバーリミットを1つ使うと好きなカードをデッキから墓地に送ることができるため、これでトランザクションロールバックを墓地に叩き落としていく。はい、そしてまあとりあえず一旦これでエンドするしかないですかね。アナコンダ一応いけるんですけどね、本当だったらね、なんかもう1体モンスター取得できればね、もう1体モンスターが取得できればいけるんですけど、ちょっとモンスターが足りませんでしたので、まあ残念ながらここでちなみにミラジードが出るというね、こともあります。ドレイドブルームでいいか、獣あるし、ね、はい、いや楽園融合引いてるときはちょっとね、このねベアトリーチ行っちゃうとね、やっぱあれなんだよね、その数値できないからさ、まあ、引いたら数値つらいんですよ楽園融合なんて。別にこのデッキそんな言うてシンクロエクシーズリンク大して重要じゃないから、引いたら打ちゃいいんですけど、ちょっと今回のこの構築だとランク6したいっていういうことなんで、あーオッケー了解で、ディアベルスターで、これで無限法要が飛んでこないこと確定したので、打ちましょう。ベアトリーチェの効果をセットするカード見てね、何をセットしますかと、あ財宝狩りね、オッケー、じゃあ打つか、まあ、とりあえず、ベアトリーチェの効果起動しましょう、オーバーリミットを1つ使って、通常トラップカード、王が妖霊弾まやかし知らない語りを持ち送って、トランザクションロールバックの効果を発動。トランザクションロールバックの効果により、まやかしの縫い語りを対象に取り、その効果にチェーンし、B セットドリドブリムの効果。自分の墓地から光モンス属性モンスターをゲームから除外することによって、特殊召喚。さあ、これでお互いに手札、デッキ、エクストラデッキからモンスターを特殊召喚できない縛りが入りました。さあ、どうぞ。ご自由にどうぞ。ご自由に展開して、どうぞ。墓地からしかモンスター特殊召喚できないけど、ご自由に展開してどうぞ。あ、スネーク、あ、ジャガーシンでどうぞ。ご自由にどうぞ。てかもうこれ、あれか、これ破壊した方がいいか。ジャガーシンで。ちょっと待って、ジャガーシンでめんどくせえから破壊するわ。ドルイドブリム対象、ドルイドブリムリリース。で、ジャガーシンでスネークアイ破壊。で、ディアベルスターはこれ、相手のターンであの墓地送らなければ別に関係ないんで、自分のターンだとね、あの墓地送られても全然何もしないんで、まあ、これで、モンスターを処理。参戦やるやん。どうするパクる、まあ、パクってもいいけどね。まあ、そのビーセットパクったところ何もしねえし、まあ、あの、ベアトリーチェパクっても何もしないから、2枚ドローは普通に無理。2枚ドローはうらら。いやー、クソゲーってなんでこんなに楽しいんだろうね。相手何にもできないの見てんの、マジ楽しいわ、このゲーム。このゲーム、神ゲーだわ。あー、マジで楽しいわ。性格終わっててくさ。で、一応これ発動して、こうする。で、一応財宝狩りの悪魔しょってから、はい。でバコーンってしょって、はい。で、てか発動しないんだね。で、楽園融合をかます。はい。で、アルビオン、てか今処理する必要なかったか、別に。別に処理する必要なかった。獣で処理する必要性すらなかった。で、アルバスの楽園の、と、まあ、ルベリオンでいっか。はい。融合して、はい。アルビオン、効果、起動を、あのデッキ多分さ、なんかさ、フュリアスの方が強そうじゃね？なんかミラジードとかするよりもさ、フュリアス、した方がなんか強そうな気がするんだよね。魔法罠割るわ。ドレイドを除外して、フュリアス出して、でこれでニビルケアも完璧やな。で、副楽園の効果。で、マグナムートでいいかな。マグナムートを戻して、ワンドロー。バース、いらない。盾。バトル。めっちゃ簡単だな、遊戯王。遊戯王って簡単だな。王家妖霊弾、まやかしの言い方にぶち込んで、実質3スキップしてこっちのターンだったら勝てるわ。誘発もね、結構そこそこ入ってるんで、後手のまあ割と勝率も高いです。結構まあ普通にベアトリーチェをするデッキなんだけど、まあベアトリーチェデッキなくても強いから、まあ、そういうデッキって結構強いじゃん。なんかメインギミックこれだけ、これが通んなかったら負けみたいなデッキじゃないからさ、このデッキって。まあ言うて
何誘発撃たれたら止まればいいし、まあ、誘発撃たれんかったらそれはそれで上振れするから、こういうデッキってやっぱねいいよね。うん、クソデッキなんだけど実質本質は本質はクソデッキなんだけど、あとハイドなんですよな、本質はクソデッキなんだけど、まあ別に悪くはないかなっていう、強いかなっていう、普通にクソデッキの中ではね。まあとりあえずタービランスにエフェクトベイラー打ちましょう。なんか全然タービランス出てこないけど大丈夫？タービランスが全然来ねえんだよな。なんかレスキューエースマジでファンデッキの域出てねえけど大丈夫？今その展開だとタービランス出さんと、まずラドン行ってっけど、ラドンからタービランスとかそういう感じ、もしかしてそんな最強ムーブされたらちょっとやばい。さすがに、まあ、これは止めるしかないな。さすがにこれは止めるしかない。これで俺タービランス出されたらちょっと泣いちゃう感じあるんだけど、プルーン、さすがにそういうことが起きる。まあこれ DD クロー除外してもいいだしな。これマジでそれだけやめて。ああ、弱くない？マジタービランスこれさ、タービランスもうちょい頑張ったらいけそうだけどね。これあれだよね、エクセル、だからハイドラントでタービランス、バリケードでタービランス捨ててあれすればいいと思うんだけどな。まあいいや、まあ、相手のコーチからもういいや、もうとりあえずユニコーン発動します。あ、無限保養ですね、ありがとうございます。無限保養本当ありがとうございます。だから無限保養はマジでありがとうございますの領域。はい、でこれランク6ベアと行くか、相手のターンエレメンタルバーストかませる可能性あるぞ。さあデクラディバイナー効果発動。うわー、やるね。なるほど、まあ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 、そうやりますね。なるほど、ユニコーンの効果起動して X デッキ見るか。ああ、そうか、向こうになってるか、意味があった。でであるならば、なるほど、ユニコーン残した方が強いかな。これちなみにこういう風に妨害を当てられてしまっても別にモンスター2体いたらアナコンダできるんで全然問題ないんですね、このデッキ。はい、それが強いです。これ要はベアトリーチェを出すことができるデッキなだけで、別にベアトリーチェ全力じゃないんで。はい、でこれアクセルシンクロとバロネス入れたらアクセルシンクロバロネスできるの、これあれやんね、これアクセルシンクロバロネス入れた方がいいわ。うん、でベルテアナコンダいきます。まあ、ちょっとユニコーンは残しておきましょう。アナコンダ、はい、まあ、そろそろこいつも危ないと言われてますね、命が。はい、でラドンを墓地送る。でベルテアナコンダ効果融合コピー、楽園融合コピーして、あのデッキはまあミラージェイドでいいかな。でアルバスと、あ、ちなみにね、これオーカ妖霊譚まやかしらぬ言い語りみたいなカード引いてたとしても、なんかそれをアルバスの楽園で捨てるとか、未完子の大姫で捨てるとかすると墓地送れるんで全く問題ないです。はい、引いてても大丈夫です。コンボパーツ引いても大丈夫、捨てるカードあるんで。水今エンドですね。さすがに回線くれ手札1枚からこの状況、レスキューエース、さあ増援だからこれさ、毎回さ、これ初動になってないんだよな、そのエアホイスター初動になってないのよ今。レスキューエース好きの人なんか結構いるけどね、これマジで初動になってないのよそれ。どうぞ、エアホ効果、魔法カード、魔法カード持ってくるから、まあこれ多分ね、レスキューかアラートどっちかなんですけど、まあ墓地から蘇生するか、なんだろう、デッキから墓地から蘇生するか、レスキューが墓地蘇生でしょ、アラートなんだっけ、デッキから加えるか。はい、レスキュー、はい、レスキューどうぞ。まあ、ニューコーンの効果発動します。さあレスキューの効果が起動されるんですけれども、どうすかな、これリンク値伸びねえよな、もう多分アイテムデッキ
ヒーターとか、いねえか。炎属性いねえわ。炎属性いねえ。トカゲメでいいかも。こっから展開伸ばされることねえんだよな。あのデッキ。トカゲメでいいや。はい。で、モンスター、特殊召喚できます。僕の墓地のモンスターはハイドラントがいないと特殊召喚できません。で、これはリディクローされます。で、相手のハイドラントと、回収できませんでした。世界終了のお知らせ。ああ世界の終わり。やっぱちょっとなんかね、多分ね、展開としてはね、レスキューエースおそらくね、バリケードベル、あ、そうか、そうワンドロー入るのか、強いな。バリケードベルクを使ってターベランス捨てて、で蘇生する動きがいいと思いますよ、多分ですけど。はい、エアホで蘇生カード持ってきてね、うん、レスキューと思いますけれども、さあいかがでしょうか。レスキューエース選手回答を引いたんでしょうか。まだミラジェードありますけどもまあそうなるわな。あー、クシャトリラ来すぎだね。クシャトリラ来すぎ問題発生だねこれ。まあでもまあユニ弱くはないからね、クシャトリラギミック。まあユニコーン通ればフェンリルまでいけるし、まあワンチャンデクレラディバイナーでヌトツ砲もできるかな。な、双剣ね。あー、きついね。双剣は結構ストラクチャー配られましたんでね、割と、使用者は増えてるんじゃないでしょうか。まあちょっと、あの、上の方まで来れてるか謎ですけども、ダイヤ隊とかマスター隊くらいまでは。みんなか、みんなね。なんか割と下の方のランク帯だと結構当たるという話は聞きますけども。はい、双剣大使、関翔さんいいでしょう。バクヤさんいいでしょう。まあこれ安定して強いけど、言うてそんなに妨害数多くないから、なんか別にまくれるときあるからな、双剣ぐらいだったら全然。ああ。だってバロネス関所暗転とかじゃん。言うてそんぐらいだったらまあ、みたいな。デッキがね、結構。なんか双剣追従誰出た、なんだっけこれ。よくわかんないやつ来た。なんか謎のモンスターさせたぞ。流装権限、はい。なんか、プロートスよ。プロートスやばい。いやでも闇宣言だったら、いやでもミラージエイド出ないか。ミラージエイド出ないきつい。でバロネスが出てくる。いやバロネス石章プロオトスはちょいきついわ、さすがに。さすがのリュウさんもきついです。え、双剣追従純金ガチで、え、何こいつ。なるほど、なんかわかんねえ、何こいつ。いやちょ、ベアトリーチどういうこと。なんだこのデッキ、ベアトリーチ出てきたぞ。おい、よくわからんことが起きてるぞ。何が起きてるんだ一体。ええトランザクションロールバックだと、トランザクションロールバックだと。やべ、あ、やべ、ブロードス来た。あかん、あかんこと起きた。闇属性、はい、ガッチでやばいこと来た。ガッチでやばいこと来た。いや、これ、あ、ワンチャンあるわ。いや、ベアとウララ、これ来た。来た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 。あ、ぶれ。ちょっとこれは最強。これは最強。ここでコンボパーツを揃えさせない動き。トランザクションロールバックで発動するカード絶対落とすや、今。あー、ちょっと待って、何が落ちんの。ちょっと待って待って、やばいやばいこと来てる。やばいこと起きてる。やばいことが起きてるぞ。ベアトリーチェにはベアトリーチよってことか。目には目を、歯には歯を、アンフェアにはアンフェアをってか。おい、ちょっと待ってくれ。何が落とされる、何が落とされるんだ。やばい。やっぱりゴミじゃない、このまやかし知られいがたりとかいうカード、希少すぎるだろ。これワンチャンさ、これ召喚して向こうって言われたらさ、殴られて負けじゃん、多分。殴られて負けじゃん。これセットじゃね？これ召喚って言って、指摘書で向こうって言われる。500棒立ち。500棒立ちはさすがに死ぬじゃん、多分。セットなんだよね、これ多分。セットなんよ。セットなんよね。で、楽園の獣セットなんよね。これで、なんとか耐えればいい。
頑張れ頑張れデクレラ・ディバイナー、お前にかかってる、全てはお前にかかってるぞ。頼むモンスターを召喚しないでくれ。あ、やっぱロールバックとかいうカードクソ強いけどクソ決めえな。